こんにちは、伊藤靖子です。今日もスタートいたしましょう。今日はですね、薄い綺麗な色、白っぽい色ですね、白っぽい色のお着物に合わせる帯の色は何色というテーマでお伝えをしたいと思います。このようにこの東京日本橋着物を楽しむ学校は、着物初心者の皆様のお役に立つ内容をたくさん発信しておりますので、ぜひお早めにチャンネル登録をなさって継続してご覧ください。さて、こんな白っぽいお着物ですね、白っぽいお着物にどんな色の帯を合わせたらいいのかということで、皆様はお困りではありませんか？今日私が着ているのは薄いベージュですね。薄いベージュに焦げ茶の帯をしています。こんな帯が合うのねということになりますよね。ちょっと似た色合いですね。はい、それではまずはじめに白い帯はどうかということから考えてみましょう。白い帯、それから暗い帯、それから色がついた帯というふうな順番で考えてみたいと思います。白い帯は万能なのよとおっしゃる方がいらっしゃいますね。じゃあ白い帯って本当に合うんでしょうか。例えばですね、こんな白い帯があります。これは白地に花柄を墨で描いた帯ですね。これって合ってるの合ってないのということですね。なんかすっきりはしているんですが、色味がない、すっきりしてて、これ合うの合わないのっていうことです。はい、白という色はですね、色を引くという作用をいたしますので、着物に対して色を引く、着物だけよりもすっきりするという効果はあるんです。ですが何も色が入っていないので、なんだかモノトーンで終わっている、つまりアクセントがない、華やかさもない、まとまりがないっていうことになりますので、帯締めと帯揚げで調整していく必要があります。それが素敵にできれば成立するんですね。マイナスのコーディネートっていうふうに言いますけれども、色を引くっていう作用なので、それ以上の広がりがあんまりないという点はあります。でも帯締めと帯揚げで素敵なコーディネートを作ってみましょう。こういう時はですね、着物と帯に主張がないので、帯締めと帯揚げにある程度主張があるものが必要です。ですから色も入っている方がいいんですね。ですがいきなり赤とか青とかって持ってきますと強いので、ほのかに優しく主張する色合いということで、この色を選んでみました。例えばこんなからし色でしたら上品ですよね。それからからし色と茶色が入っているので、2色が加わることで全体に表情がついてまいりますね。このようにして使っていただけるようでしたら、白い帯もありだと思います。でも帯締めと帯揚げの工夫だけしかできないのです。じゃ別の帯締めと帯揚げも選んでみましょう。男前なコーディネートということで、この青い色ですね、青でも花柄が入っていて、色が入っていますので、華やかな帯揚げをも入れました。そして青白の帯締めを入れました。こうすると雰囲気が変わりますね。シャキッとしたコーディネートになりますので、これは白い個性が入っている方にはとてもお好みのコーディネートになっていると思います。もう一つやってみましょう。例えばこんな藤色にします。そうすると女らしさがほのかに匂い立ちますね。帯揚げもこんな帯揚げになさったら、ここに女らしい色合いが加わるわけですから、着姿が少しエレガントになりますね。あんまりしつこくなく、すっきりしたおしゃれなコーディネートということになります。このような使い方をなさってください。次にこんな暗い色の帯を合わせたらどうでしょう。これは吉野観堂のかっこいい九寸名古屋帯です。かっこいいですね。こんな暗い色を持ってくるとどうなんでしょうか。もうこの吉野観堂の中にいろんな色が入っているので、コーディネートが大変しやすいんですね。ですからこの時点でかなりもう表情がついているということで、完成度に近づいています。あとはまとめてあげればいいだけということなので、白い帯よりこの方が
表現力は高いということになると私は思います。でこの場合の帯締め帯揚げは先ほど使いました藤色はとてもよく合うと思うんですね。帯の中にこの藤色が入っています。今回はこのオレンジの方がいいですね。オレンジにしましょう。こんなオレンジ色を入れてあげます。で帯締めの中にオレンジと藤色が入っているんですね。このオレンジを使ったということになります。このコーディネートおしゃれですね。こんな風にして暗い帯の場合はお使いください。もう一つ暗い帯をやってみましょう。これは首里の八寸の帯です。この帯も合いますね。はい、薄い色のお着物にはこんな暗い色の帯はとてもよく合うということですね。この場合はどうしましょうか。帯の中に黄色と白と赤と青が入っています。こういう色を使えればいいですね。それから違う色を加えるということで賑やかさを出すという方法でもいいですね。この緑の色はあんまりこう緑がたくさん入っているわけではないので大変コーディネートしやすいんですね。色が一色加わりますけれどもすっきり感はありますので、この緑白の帯締めを使ってこの緑の帯揚げでもいいんですが、緑の帯揚げを使うと色数が増えますので、そうではなくて帯の中の一色を使いましょう。このからし色を使ってあげると帯の中の一色なんですね。そして緑を新しく添えたということで帯揚げが主張する、そして帯締めも少し主張している、でも帯もしっかり存在感があって着物も素敵に見える、あなたが一層素敵というコーディネートになったと思いませんか。はい、このようにコーディネートできました。じゃあ色の入った帯は合うの合わないのということです。色が入ったと言いますと例えばこんな色ですね。この帯も合いますよ。この時点でどういうコーディネートになっているかと言いますと、着物は紫と少し白が入って白の個性が入っています。そして帯はピンクと青少し紫なんですね。ですからそんな個性の方にはとてもよく合います。となるとどんな帯締めと帯揚げでしょうか。この帯締めを使うと引き締まりますよね。このからしと茶色の帯締めはかっこいいんですね。かっこよくてモダンです。帯揚げは濃い焦げ茶を使います。そうすると帯揚げは着物に近寄っているんですね。帯揚げは着物に近寄っている。そして帯はこういうやはり茶系なので茶色の個性の強い方が可愛いものを着ているというコーディネートになって、これはこれでまとまっていて素敵だと思います。素敵だと思います。もう一つやってみましょう。例えばこの黄色の帯を合わせますね。もうこの時点でかなり素敵なコーディネートになっていますよね。ですからこんな色の帯も合うということになります。帯締め帯揚げはと言いますと着物が紫と白、そして帯が青紫とピンクというような感じなので、この中に入っている色を使うといいですね。青い色を持ってくるとモダンになります。こんな青い帯締めかっこいいですね。素敵ですね。いいですね。そして帯揚げは青でもいいんですが、こんなクールなグレーどうでしょうか。クールなグレーとそして青にするとスッキリ感が増しますよね。スッキリします。こんなコーディネート素敵じゃありませんか。いいですね。ということで薄い綺麗な色のお着物にどんな色の帯が合うの合わないのということでした。白い帯も合いました。それから暗い色も合いました。それから綺麗な色がしっかり入った帯も合いました。ということで、あとは皆様のコーディネート力を高めて帯締め帯揚げまで完成させてください。今日のコーディネートはいかがでしたでしょうか。皆様のご意見やご感想をお寄せください。今日の着物クイズです。白い薄い色の着物には白い帯しか合わない、丸か×かどちらでしょう。
それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。またお会いいたしましょう。